土のバー研究室へようこそ。ようこそ、はい、というわけで今日は前回いただきました、はい、コニャック、カミュ、ナポレオン、ブックをやっていきたいと思います、はい、また歴史や概要を説明しながら、うん、味を見ていきたいと思います、はい、では行ってみよう。じゃあまず、うん、もう外見からいきましょう、はい、プレゼント用ですよ ね、 そうですね、ほとんどね。かっこいいっすよ。今売ってないもんね。そうですね、うん、古酒としてネットだったりとか、うん、はいはい、で酒屋さんにあったりしますけども、うんうん、はい、お腹かゆいのかな。お腹かゆいのかもしれない。お腹かゆいのかもしれないですね。そうだね、うん、猫の味で ね、鳥さんが書いてあって、はい、うん、これね、陶器だよね。陶器です、うん、そうなんです。陶器ボトル、はい、カミュ、カミュ超有名なコニャックブランドメーカーでございます。1863年創業。まあ当然コニャックっていうぐらいなので、フランスはコニャック地方でございます、はい、世界最大規模を誇る家族経営をしているコニャックメーカー、うんうんうん、ブランデーなんですよね、うんうん、ブランデーでコニャック地方っていうね、ここら辺、フランスのここら辺で、はい、そこの畑で採れたブドウを蒸留して熟成して、ブランデーを作るとコニャックって名乗ることができるっていうね。これはだから言うなればあれなんですよ、ブドウなんで、うん、ワインに近いんですよ。そうですね、うん、まあとにかくフランスなのでやっぱり畑、等級がある畑があったりとかして、うん、でその畑とかその産地とかでよって名前が変わったりとか、うん、品質のそのランクが変わったりとか、うん、いろいろあります。うっせうっせカウントしてって、そうなんですよ、ね、星が何個だとか、そう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 、もうね、あのフランスはうっせんですよ。収穫の翌年4月1日からカウントを始めなきゃいけないとかね、いろいろあるいろいろあるんですよ。いろいろあるんですけど、まあそういうね感じですね。ざっくり言う、ざっくり言うと、はい、はい、まあ、今は5世代目のカミュの創業者、5世代目になってます。免税店なんか行くと絶対置いてありますよね。カミュは全世界全空港に置いてあります、うん、全免税店に置いてあるブランデー、はい、コニャックってなってますね。まあさっきあのうっせえ話しましたけど、うん、畑はさ、はい、もう3番目にいいとされるボルドリー、うん、もう180ヘクタールぐらい持っていて、うん、まあどのぐらいの大きさかっていうと東京ドーム38個分ぐらい大きさの、うんうんうん、まあ、畑でやってます、はいはい、地層がね 3個ぐらいに分かれてて、はいはい、ブドウの木の根っこが一番下まで通る、大きくなるのに一番下まで成長するのによりミネラルを含める土壌を環境にあるっていう畑ですよね、うん、そうですね、うん、等級があってですね、はい、これに関してはナポレオンなんですけど、うん、じゃあナポレオンってなんじゃろうかって話なんですよ、うんうんうん、でいろいろブランデーは等級があります。 VSOP とかよく言うやつね。そうそうそう、はい、熟成粘土コントっていうんですよ、うん、コントによって等級が変わると考えていただければいいんですけど、等級が低いのは3スターとか言いますね、うんうん、まあ、これはコント2、まあ言うなれば2年ぐらいの熟成ってことです、うん、VS ベリースペシャルコント2以上、はいはい、まあ、平均熟成粘土で言うと4年から7年ぐらい、うん、その次が VSOP、はい、ベリースペルよりオールドペイル、うん、コント4以上4年以上平均熟成が7年から10年ぐらいです、うん、急に上がるんだ。上がります。へー、 XO は何年とか、うん、VSOP は何年とかいう規定が年々変わるんですよ。あー、その上ナポレオン、これですね、はいはい、コント6以上平均熟成年度が12年から15年ぐらいですね。ウイスキーと同じ年くらいだね。そうですね、うんうんうん、で XO、うん、XO が最近また2018年に規定が変わって、ほう、まあ、コント6以上でナポレオンに近い感じになりました。ほうほうほう、それまではもっと高かったんですよ、はい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 、XO ってなるとエクストラオールド20年から24年ぐらいの熟成、平均熟成年度だったんですけど、コント10以上だったんですけど、まあ、ほぼコント6に変わったんで、うんうん、ナポレオンと変わらなくなりましたね。ボトリングされた年代の時の、はい、そのルールを適用されてる、ね、そういうことです、はい、ブランデーに詳しい方はその辺も分かってるっていう。そうですよね、
もうむちゃくちゃですよ。もうね、そうなんです。その上がオールダージュ、はい、は、XO よりも上のものを大体オールダージュって言いますね、品質の良いものとか、はいはいはい、ただですよ、はい、今ざっくり言いました、はい、今実はざっくりなんですよ、はいはい、結構細かいようでざっくりなんですけど、はい、エクストラオールドだったりとかナポレオンに関してもそうだし、VSOP にしてもそうなんですけど、その蒸留所ごとにも基準を設けてたりするんですほう、だからウイスキーみたいに何々12年、うん、何々12年、何々12年っていっぱいあって、うん、でこれ12年熟成で味を見比べて、あ、こういう癖があるんだ、こういう癖があるんだ、こういう癖があるんだっていう風に見分けられるじゃないですか、はいはい、だけどブランデーに関しては VSOP を並べたりとかして見分けられないです、はい、VSOP でも一応そのさっき言った基準があるんですけど、それよりも古いものを使ってたりとか、はい、いろいろするので、どちらかというとブランデーでの例えばナポレオンだったりとかした、うん、ナポレオンの見分け方はカミュならばカミュのいついつのナポレオン、いついつのナポレオン、いついつのナポレオンという形で味を見分けていく感じになります。なるほどね。一概にだからカミュとレミー・マルタンの VSOP があったとして、うん、この2つを比べるっていうのはナンセンスになるってことですね。ああ、なるほどね。はい、ははではまたこれで別のマニアックな世界っていう感じになります、うんうん、はい。カミューの工場はやっぱ見学ツアーやってます。お、はい、またあのいい時期になったらね、あの自由にブレンドできるってやつ。あ、そうそうそうです、そうです、それよく知ってますねそうなんですよ。ね、できる期間5月から9月って決まってて、そう、その時期しかできないんですけど、ボルドリーとグランシャンパーニュとあとファンボアとかね、いろんなさまざまなブレンドをできるっていう、うんうんうん、そういうものがありますね。ブランデー好きで、そうですね、そういうのが楽しい人はぜひね、うん、まあ世界が良くなったら行ってみるといいですよね、うん、はい、飲んでみますか。飲んでみましょうか。はい、いい色だよね。いい色ですね。さあ行きましょう、はい、まあ、プラムとかね、うん、まあ、とにかく甘いんですけど、うん、アプリコット、おお、アプリコットっす。ブドウですね。うん、レーズン、まあ、ブドウの渋皮みたいなね香りもするかな。ちょっと今それ普通のグラスじゃないですか、うん、リーデルで。あ、角がない。グラスで全然違いますよね。あ、すげえ角立つね、こっち。そう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 、こんな違う。うん、こっち柔らかいもんね。柔らかい。そうですね、うん、アンズだったりプラムだったりとかそういうものが入った焼き菓子のような、うん、だから表面テカテカコーティングされてる、そう、パリ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 の洋菓子みたいな。そうそう、洋菓子みたいな、あの感じ。庭園の綺麗な石造りの城って感じですね。ああ、春ですね。そうです、春ですね。そこをこうそよ風が吹き抜けていくようなイメージ。そうですね、まあ、晴れですね、晴れですね、天気は晴れですね。味いきます。ブルーンみたいな、うん、アフターが。カミューの特徴がやっぱ出てますよね。そうですね、うんうん、優しくてね。でもやっぱ深いね、うん、そのカミューのさ、うんうん、その若いものに比べたら、そのなんか甘さだったりとかを深くしてるって感じがしますね、うんうん、優しいよね、口当たりも、うん、優しい、うん、含んだ瞬間にアルコールをほとんど感じない、うん、アフターに少しふわっと感じるかなって感じで、うん、 でね、でもやっぱカミューだなって感じ。カミューのさ、この特徴のさ、うん、この柔らかさ、はい、香りとか、うん、味わいの柔らかさ、うん、よく出てますよ。そうですね、うん、でそれが本当深くなったって感じですよ。僕ね、あれなんですよ、ヘネシーとかよりカミューの方が好きで。おー、加水、うん、してみます。あ、チョアイス、うん、してみますか。はい、我々のチョアイス、あなたのチョアイス。はい、うん、ブドウ感マシマシみたいな、うん、よくね高級ブドウジュースとかってありますけど、うんうんうん、あれの香りにちょっと黒糖みたいなのを混ぜたりとか、なんかそんな感じ。レーズンバターが食べたい。ああ、そういう感じもありますよ ね、 ね、キャラメルポップコーンの香りとかね、うん、し始めますけど、
パイシーになりました。うん、少しスパイシーになって、うん、酸味が強くなるかな。うん、うん、でも僕加水した方が好きかもしれない。あ、そうですね、ウイスキーをよく飲む方には、うんうん、加水した方がいいかもしれないですね。うん、もう加水しないときは甘かったですもんね。とにかくプラツや甘さがずっと居座ってたんで、うん、すっきりしました。うんうん、ブランデーって、うん、ウイスキーに比べて、うん、そんなに飲まれる方いないんじゃないかな。今の時代はそんなにいないですよ ね。だからそれこそバブルの頃なんですよ。ブランデーがたしなまれてる、本当に裕次郎みたいなとこじゃないですか。うんうん、こうやってそう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 、あんなような時代なので、今の時代はそこまで多くなくなってしまいましたね。もったいないですよね。もったいないです。1日の最後に飲むと、うん、あの口の中がねふわっとして、はい、いいって言われてますから、まあ、ぜひブランデーもね楽しんでいただければなと思いますね。そうですね、はい。まあ、VSOP とかがよく見られるものだと思います。うん、その上で XO とかがあったりはしますけど、うんうん、だ同じメーカーの例えば VSOP と XO だったりとかをなんか比べてみて、はい、楽しんでもらえればななんて思います。はい、はい、というわけでね、これもいただき物ですか。そうですね、はい、すごい貴重なもの、そしてね美味しい味わいのものをねあのくださりましてありがとうございます。おやすみマーズでしたっけ。そうです、ありがとうございます。ありがとうございます。大切に使っていきたいと思います。はい、はい、というわけでじゃあ今日はこの辺で、またありがとうございました。 YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。一番好きなカクテルって、はい、サイドカーでしたよね。サイドカーですよ。サイドカーってブランデーですよね。そうです。これでやったらうまいんじゃないですか。高級入ってきました。はい、いただきます。もううまい。おお、うまい。おお、おお、うまい。なんだよ。ちゃんとカミュ、ナポレオン、すごいしっかりとした味のね、太いんですよね。太いサイドか、うん、負けないよね。おいしいわ。おいしい、うん、すごいね。すごいね。やっぱ全然違うわ。ね。普通にね。うん、VSOP とか。そうですね。VS とか使うより美味しいですね。美味しいですね。お、すっごい高いだろうけど。すっごい高いサイドカーです。やっぱ甘さに深みが出ますね。そうですね。うん、コクがある甘さっていうんですかね。うんうんうん、そうですね。